本日は皆様本番衣装でのご登場となりますではあ立ったままはい。それでは早速ですがまずご挨拶をお一人ずつお一言ずつ頂戴したいと思います最初に岩井家の長男春男役の松山健一さんですよろしくお願いします皆さんこんにちは松山です、えー、今日はお越しいただきありがとうございますよろしくお願いします ありがとうございますそして続きまして春男の弟秋代役の岡山天音さんですお願いしますはい、えー、秋代役を演じます岡山天音です、えー、本日お集まりいただきありがとうございますよろしくお願いいたしますありがとうございますそして春男と秋代の母親岡屋役の陽気美子さんですお願いします陽気美子でございますよろしくお願いをいたします えー、ご登場の皆様、限られた時間ではあるんですけれども、できるだけ多くのご質問にお答えいただけたらと思いますので、そのあたり、どうぞよろしくお願いいたします、はい、シンプルな、はい、シンプルに答えればいいんですよねそうですね。はい,はいとか、いえとかういうと、いやいや、もうちょっと長めにあの、はい、適度な尺でお願いしたいと思います,そ,す、はい、それででは一つ目いいいている質問です。 松山さんと岡山さんは稽古に入られる前に沖縄に取材に行かれたとお伺いしています印象に残っていることと訪問の後のご自身の中での変化について教えてください という質問ですまずは松山さんお願いしますんそうですねあのまあコザ騒動自体あの名前は知ってたんですけどもそ,のそこに行き着くまでの,その沖縄の人たちの,その感情だとか思いみたいなものはやっぱりわからないんですよね知らなかったので、まあ、現地に行ってあの、まあ、いろんな方とお話をさせていただいてでまああのしあのまあ 日本に対してもやっぱりすごくまあ怒りがあるでまあアメリカ人に対してもあるでまあハローのキャラクターに関してはまあ自分自身にも怒りが向けられているようなところがあるんですけどもまあそういうなんかこう一方向じゃないっていうかいろんな角度からまあその踏みにじられていること様をなんかこういろいろ話を聞いてあのまあ驚いたし まあ、うんなんかこう今でも消化しきれない自分の中では消化しきれない何かはずっと残りながら稽古やってますねな,なんかあるそういうんか印象そうですねあの僕はちょっとあの松山さんよりも遅れて沖縄に入らせてもらったんですけどこのモチーフになってる「小沢騒動」が実際あった 場所をまあ今の場所ですけど歩いてみてでそこでその実際その渦中にいた方からここでこういうことがあってっていうお話を聞きながらあのその街を回ったのが非常に印象的ですねやっぱりこの舞台をやる上でその体験ってものすごく大きいものなので、うん。 うんなんか実感をそこで持てた気がしてそれは非常に印象に残ってますし今もなんか力になってる気はしますかねなんかあのものすごいパワーがあったんだよねなんかあってるそうですね,そ,うそ,うねそれは感じました、ね、なんかそれすごく圧倒されたよね、うん、もう,うん、うん、その何十年も前の話を 今起こったかのように話してくれる方とかもいたじゃん。う,、ね、うん。だから今も解決していない問題としてあるというか、何も変わってない部分があるからこそ、あの声をこうきちんと発してるんだと思うんですよね。そのパワーに僕らはなんか。 圧倒されてたような気がしますね、うんうん、舞台の一つのメッセージとしてやっぱりこう今も続いている変わっていないといったものもありますもんね、うん、やはりその熱意からそういったあたり感じられたのではないかと思うんですけれども予さんはこれまで沖縄に関する作品にも多くご出演されてますけれどもご自身のこう沖縄への思いというのはいかがでしょうか、はいあのー もう2人でもでも偉いすよねあのこうやってお稽古に入る前にちゃんと行かれて私どんとそんなこともしていないんですがまあその70年代の時に私はすっかりあのもう1415歳で大人だったのであの沖縄 であのあの「海空サンゴの一材」って椎名誠さんの映画でも参加した時にもう20年以上前なんですけどそこで三振にはまって三振を稽古したりあの空襲青森を毎晩飲むとか買いだめしたりとか、うん、あのもう本当に沖縄に住みたいぐらいだったんですけれどで私あの家族があの台湾人なのであの食べるものとかあの沖縄だと台湾のが東京よりも近いじゃないですか。はい、だから、えー、食べる ものとかヘチマとかゴーヤとかも毎日食卓にありましたしあの香辛料の匂いとかも沖縄とそっくりでなんか自分の,なんか血,の血の中に生活の中に沖縄の,あの感じがあるのでなんか雰囲気がで。うんで あのご先祖様も沖縄のキッコバカみたいに台湾の墓は大きなお家みたいだし沖縄に行くとすごく居心地が良くてだから今回の作品沖縄に関わっていたいなっていう気持ちが強かったので今回とっても嬉しいです、はい、もともと沖縄とご縁があるということですけれども、はい、でもこのお二人が行く時私さなんで誘ってくれなかったんだって本当にいつも思うんですけどねねね多分飛行機台とかかそ <laughs> そうでですすなんすかね <laughs> それがちょっとね。<laughs> では最後になりますけれどもずばりこの作品の見どころは何ですかというご質問そしてファンの方へのメッセージ一言お願いしますということでさんからお願いします参加者全員のねあのむき出しな会話弔弔発信の会話をワクワクしながらあのお楽しみいただけると思いますのでどうか劇場へ足をお浮かびください。 ありがとうございますでは岡山さんお願いしますはいえー、っとそうですねあのモチーフになってるのは沖縄で実際あったコザ騒動だったりそういうことなんですけどなんかそういう史実に触れたことがなかったり今沖縄に住んでなくて全然関係ないところに住んでる現代を生きる人たちにこそ うーん是非見てほしいなというふうに思いますねなんか今の人たちが知らなかったりどこかに置いてきてしまった人間の美しさみたいなものがふんだんに描かれた作品だと思いますそうですね新年から是非あの濃い沖縄に生きる人々のエネルギーを浴びに是非いらしてくださいよろしくお願いします ありがとうございいまますすではは松山さんお願しの今回まあ何か一言で言えるような作品ではないと思うんですけどもただまあその登場人物まあ家族もまあ血がつながってはいない疑似家族みたいなところにまあその足場というまあ遊び人まあちょっとやや、まあ、ヤクザというか、まあ、そういうような人がいたり教師がいたりで 密やってる生活のために密貿易やってるおじちゃんがいたりとかでまあ米兵がいたりとかでまあ,があの、えー、学生運動じゃないですけど、まあ、あのデモをやってる熱心にやってる人たちがまあいたりとかものすごく多様性のあるキャラクターたちなんですよね。でまあそそのの多様性ってまあそのその当時はまあ普通にあ はずあったと思うんですよ今なんかその多様性を認めようというような動きがありますけどもだからでももともとあったんですよね。な,な,なんだけども,もしかしたらなんかこう何かをなかったことにすることで多様性を見出そうとしてるのかもしれないんですけどもなかったことにする平坦にするっていうことではなくてやっぱり向き合っていくってことがまあ 多様性なんじゃないかなっていうふうに、まあ、あの稽古を通して僕が感じたことですね。なのであのまあこの作品もまあそういうテーマがまあ一つとしてあるのかもしれないので、あの今にも通じる部分があると思いますので、ぜひ見ていただきたいなと思います。